楽しみにしててねっていう話です。いやでもさ、今回の大会で、VC がさ、ありだったじゃん。だいぶいろんな人と話せたよね。個人的に EN の人と結構絡めたのが嬉しかったなって。裏の話なんだけど、PUBG やってる時に結構ね、もうやったことないって人がいて、あ、じゃあ一緒に練習しますみたいな。操作とか全然教えますよっていうので、結構 EN の人たちとね、遊んでて。それでね、また、なんかじゃあ、配信とかでも遊びましょうよって話があって、そういう意味でも、大会、マジで交流の場が増えてよかったなって。ボックスさんとも話してたな。いや、ほんとね。声良すぎてびっくりした。ああ、ヘルプミーっつって。これ逆に助けてもらってないと思っちゃったもんね。ボックスさん、ウェイクアップ。 I'm dead as hell, boy. Yeah, I hear you. Oh, we were. Thank you. ありがとう、thank you. いや、一瞬だけでも話せたのマジでかかったな。でもさ、セラがなんかさ、ボックスさん倒してなかった？あいつ。暗殺者の血騒ぎすぎてない？セラフライパンマッチでさ、ボックスさん倒してたでしょ。見たんだけど、切り抜き。ボックスさんがやめてやめてって言ってるのにさ、うわ、これが戦いだとか言って倒してたよね、あいつ。ね、ファッキュー言われてたね。いやー、マジ羨ましいわ。言われて、ファッキューって。僕だったら絶対ボックスさん仲間にするけどな。助けてください。僕を導いてくださいって言うけどね。僕はでもフライパンマッチ超楽しかったよ。どうだったよ、みんな僕のフライパンマッチ。最強じゃなかった、あれ。すぐにラズク察するの天才すぎた。もうボボンが裸がいっぱい来たって言うからさ、これもうなって紛れ込むしか勝ち目ないだろうと思って。もともとは僕が入った時点で服を脱いだら、まあ一旦話聞いてあげようみたいなさ、空気だったんでしょ。 それがさ、僕が服着てないやつ全員やっちまえって言うからさ、なんかカオスになったって。 しかもね、入った瞬間にヒバがさ、なんか紛れ込んでるぞとか言って。 あれが一番面白かった。誰だ誰だとか言って。やっぱ裸でさ、で、名前が出ないわけじゃん、キャラクターの上に。だから誰が僕か分かんなかったんだろうね、あれ。待って、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、向めっこうちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、に何やがいばる。い、逃げろ、逃げろ、逃げろ。めっちゃ後ろにいますよ、めっちゃ。カナトよ、カナトよ。カナトよ、プリーカナトよ。ス、プリーサロ、ヘルプ、プリーオッサケー、オッロ、裸裸人人間間いっぱいすぎ。じゃ、裸人間ボボン、すぎ。僕ら、こっち来て、こっち来て、ボボン、こっち来て。何こっ何ち来何て。チーム。こっち来て、裸になろう、裸になろう。ダメでしょ、ダメでしょ、それ。裸になダっメでして、ょ。裸になっダて、メでしょ。で、加わあ、ろう。シェッフレンドリー、フレンドリーってやろう。誰がどれだ、誰がどれだ。服を着てる。服着てるやつ殴れ。服着てるやつ殴れ。服着てるやつやれ。服着てるやつやれ。おい、紛れ込んでるやついるな、絶対これ。服着てる。これ紛れ込んでるな。服着て出れば敵。どれだ、どれだ、紛れ込んでんの。どれだ。んで、二次三次東西線か。東西線はもうカオスだったね、最後。もう、どこ顔出しても弾100発ぐらい飛んでくるからさ、気づいたら倒れてた。で、なんか車の後ろで耐えてたら、ボックスさんが 自分のグレネードで飛んでなかったっけ、あれ確か。いや、あれ、オーマイゴー！ノー！だし、最後さ、車付近でさ、誰だっけ？セラ、イブさん、誰かって3枚連続ヘッド抜いたみたいな。あれ、ガチ気持ちよかった。勘違いから走ってる、勘違いから走ってきてるよ。はい、はい、ヘッド。Keep running. I know I'm running. 25、25、25、25。じゃあな、セラ、フダズルガーデン。Okay, I got 3 kills. Oh, wow, nice! Yeah.Let's ナイス、go. ナイス、ナイス。オッケー、オッケー、ナイス。天才。イエス。いや、東西線だけでやりたいよなぁ。EN 対 JP とかさ、やってみたいな。いつか。あなたたちそんなことができる日は来るのでしょうか。